あなた、なりさま、ゆりこさま、本日もポチッとありがとうございます。ということで、皆さん、本日も家事育児お仕事お疲れ様でございます。イエーイ。ということで、皆様、ねえ、ナータン、聞いてよ。今日、ナータンにめちゃめちゃ可愛い洋服が届きました。それが、こちら、可愛くない？スイマーとバースデーのコラボなの、超可愛いということで、あのネットでね戦ったんだけど、私は1着しかゲットできなくて、それは予約販売なので全然届かないんですけど、なんと私のモデレーターファンの代表の方がゲットしてくださいました。ラブーということで、着替えていきたいと思います。 3,2,1 ポン。可愛いということで、こちらコラボの商品になります。ということでさ、ねえ、なんとなんとなんと、それもそうなんですけど、ねえ、ちょっと口見せてもらってもいいですか？口。見えました、皆さん。見えました？ベロじゃないですね。ベロじゃなくてさ。ちょっと、見せてよ。見せて見せて。ほら、見えました、皆さん。なんと、ちょっと、あー、見えたかな？あー、なんと、歯が生えましたー。ということで、ナータちゃんが歯が生えたので、もうすぐ離乳食の時期になりますので、ちょっと今日は離乳食、始めていきたいと思いまーす。イエーイ。なんかリスナーさんに聞いたら、離乳食は、アレルギーとか、何かが出てしまう可能性もあるから、平日の午前中にあげた方がいいということで、まずは平日の午前中に10倍がゆから始めていきたいと思います。おはよう、うさぎちゃん。あ、うさぎちゃんじゃなくて私の指。さて、じゃあ離乳食ちょっと始めてみようかね。えどんな感じかね、ちょっと作るからちょっと待ってて。こんな感じでええんかな。熱いか。なんかまずはコンソメみたいなのから作りましたけど、コンソメです。熱いかな。どう口から出してるけど。スープ。いやか。じゃあ次お米。お米いく。お米。いきたいと思います。こっちの方が個体感あるけどな。こっちの方がまだいける。ちょっと口に入れるのが私が下手やね。あ、でもこっちの方が食べてる気がする。ちょっと横向いちゃってわかんない。あ、食べてる食べてる食べてんじゃない？いや、こんなに最初から食べると思わんかった。え、すごい。コンソメはダメな。コンソメは苦手。はぁ、皆様申し訳ございません。もう本
当に。もうこれは皆さんに怒られてしまいますね。まあ、離乳食もうね、もうありのままね、この反省しているところ、やらかしてしまったことももうありのまま載せます。はい、ということで、まあ、今回ね、初めての離乳食ということで、まあ、ナダちゃんに食べてもらったんですけども、まあ調べて、自分の中で調べて、まあ、平日の午前中はいいと、あとはもう本当ほぼ液体みたいな、で調べたんであげたんですけど、まあ、動画の通りもくもくパクパク食べてくれて、まあ、すごい嬉しくて、中には全く食べない子もいるって聞いてたんで、あ、よかった、食べるんだと思って、私スプーン1杯分を溶かしたんですけど、全部あげたんですよ。朝のね9時10時にあげたんですけど、夜の5時ぐらいにもうずっと泣いてて、ナータンがもうなんか異常な泣き方っていうか、いつものお腹すいた眠いとかのぐずりではなくて、もうマジで体調不良っぽい泣き方、して、いや、もう当てはまんの離乳食しかないなと思い、まあ、母にねなんか言ったんですよ。そしたら、最初は一口だけだよって、やっぱずっとミルク液体しか入れてない胃に、もうほんのちょっとだけどさ、固形物を入れたらやっぱり胃もびっくりするし、少しずつ少しずつ慣らしていかないといけなかったのに、私は全部あげたんですよ。もう先輩ママから来たら、何やっとんじゃってね、怒られますよね。ほんとそうですよ。ほんとその通り。もう、申し訳ないな、タンちゃんには。お腹痛い痛いの思いさせてしまって。まあ今はね、もう、うんちっちを出したら、もうコロッと、もう人が変わったかのように、もう元気満々なんですけど、まあやっぱうんち出すまでは、ちょっとやっぱお腹痛かったんでしょうね、きっと。かわいそうに。大反省です。なので、まあもうね、これ離乳食もうすぐあげる方とか、まあ、まだだけどこれからの方とかはね、まあもう皆さん分かってると思いますけども、本当最初は一口だけで終わらせてみてください。はい、ということで、まあ、注意喚起も兼ねて、私の大反省も含めて皆様に怒られるのは覚悟で、ちょっともうありのままの私を動画に載せさせてください。大反省を含めて、初めての離乳食に挑戦するという動画でした。皆様最後まで見てくださってありがとうございました。グッドボタンはないかもしれないけど、チャンネル登録、そして各 SNS、 そしてコメントのほどよろしくお願いします。ナータンちゃんごめんなさい。じゃあ、なので明日は離乳食やめます。その休憩してから一口ずつ少しずつ慣らさせていきたいと思います。